はい、ゆうです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日は、ガレージからお届けしております。で、今日なんですけども3月の4日、土曜日ということで、横浜の方でロコハマというハーレーの、まあ、ハーレーというかバイクのイベントというか、まあ、みんなでねコンビニの前に集まっていろんなバイクを見たりいろんな人にね会ったりとか、まあ、そういうバイクのイベントがあって、で前からちょっと気になっていたんですけども、今回ちょっと行けるタイミングがあったので、これから、横浜の方に行こうかなと思います。今日はこのねアリーショベルで行こうかなと思うんですけども、ハーレーのね旧車とかたくさんいるそうなので、いろんなね車両とか、あと久々にお会いできる方とかもいると思うので、皆さんにね会えるといいなと思いながら、これから横浜の方に向かいたいなと思います。開催時間は夜の21時から、23時まで3時間ということで、もう倉庫街とかもう人がいないとこな場所なので、比較的夜遅く、開催されるイベントとのことです。まあ自分もちょっと初めて行くのでどんな感じなのか分かんないんですけども、とりあえず、会場の方に今から向かいたいなと思います。はい、無事に横浜ナイトの会場のローソンに着きました。ここのローソンで毎月最初の土曜日に横浜ナイトがやってるそうです。今10時ぐらいなんですけども、ちょっと、バイクの方撮っていこうかなと思います。We'll be right back.
はい、そんな感じで、ロコハマナイトから帰ってきました。参加した皆さん、お疲れ様でした。かっこいい車両がねめちゃめちゃたくさんあった印象です。でなんか古いバイクばっかりかなって思ったんですけども、意外とそんなこともなくて、現行のハーレーとかアッツインカムとかもありましたし、あと FXR もね何台かありました。でそれ以外にもね、国産のバイクとか、あとトライアンフとか、ほんとね、いろんなこうジャンル問わず、メーカー問わず、集まっていたイベントかなと思います。それと同時に視聴者の方から声かけていただいて、非常にありがとうございました。いろんな人にね、声かけていただけるのが本当励みになるので、気軽にお声掛けいただければなと思います。でこのショベルですね、ショベルも結構ね見ていただいた方多くて嬉しかったです。普通のショベルとはねちょっと違った形のショベルなんで、まあ、気になった方もいたのかなと思うんですけども、またね、ロコハマナイト行く時は、まあ、この車両だったり違う車両だったり、いろんな車両でちょっと行きたいなと思いますので、今後とも末永く参加できればなと思います。そんな感じで、今日は初めて横浜のロコハマナイトに行ってみたという動画でした。この動画ではバイクをはじめ自分の興味あることをご紹介していますので、いいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。あとツイッター、インスタグラムもやってますので、そちらもチェックしていただければなと思います。ではでは。